午後11時になりました。日曜日の午後、皆様いかがお過ごしでしょうか。コーヒーアレルギーの料理人カズがお届けするテイスティーレディオ第2回の今夜は、レンジで作る卵焼き大解説スペシャル。みんな大好き卵焼きをレンジで簡単に作れてしまう魔法のようなレシピをご紹介いたします。まだレンジを見たことない、買ったことがない、占い師にレンジと関わるなと言われている方は、最寄りの家電量販店でご購入ください。さて、まずはお便りが届いております。大阪府大阪市にお住まいの、タレを継ぎ足し続けたら大体3ヶ月くらいで完全に入れ替わるらしいから、100年もののタレは実質存在しないらしいよさんからのお便りです。カズさん、こんばんは。こんばんは。僕には中学校から同じ学校で仲良しの女友達がいます。声をかけるといつも気さくに話してくれ、笑顔が素敵で6年ほど片思いをしています。高校卒業前に思い切って告白したのですが、あなた誰？と言われてしまいました。怖いね。毎日話してたのに名前も知らないの？とショックを受け泣いてしまいました。でも帰り道、彼女の友達越しにウィンクをしてくれたので、きっとあれは照れ隠しなんだと思ってます。やっぱりなんかちょっと怖いね。もう彼女と呼んでも問題ないと僕は思ってます。大問題だね。カズさんは片思いの経験はありますか？もし片思いしたことがあったとしたら、それはどんな卵焼きですか？ストーカーさん、お便りありがとう。私も同じように若い頃片思いしたことはありますよ。若い頃は黄色が濃くて焼き色がついていない上品な卵焼きに憧れを抱きましたよね。高校生が大学生に恋をするような感覚にとても似ています。焼き色がついている卵焼きもいいんですが、焼き色がついていないと食感が雪解きのような儚く幻のようで好きなんですよ。かといって学生時代は自分で卵焼きを作ることも買うこともできませんから、ショーウィンドウ越しで眺めるしかできない憧れの存在、そう、それが卵焼きでした。大人になるとどうしてあの頃あんなにも好きだったんだろうと不思議に思ったり、あの頃よく買っていたジュースをコンビニで見かけて急に懐かしい気持ちになり、昔あの頃卵焼きを一口でも食べていたら何か変わっていたのかななんて思ったりもしますね。でも後悔はしていません。太宰治の名言を借りて言うとすれば、恋愛とは何か私は言う、それは非常に恥ずかしいものである。大人になると昔の思い出ってどことなく甘酸っぱく思えてきますよね。卵焼きの後味と同じようです。甘酸っぱい卵焼き、そう、それは賞味期限切れ、今すぐ捨ててください。タレを継ぎ足し続けたら大体3ヶ月くらいで完全に入れ替わるらしいから、100年もののタレは実質存在しないらしいよさん。卵焼きはあなたを見守ってくれていますよ。お便りありがとうございました。テイスティーレディオではあなたからのお便りをお待ちしております。恋のお悩み、料理のお悩み、道場破りの方法まで、私カズに聞いてみたい質問をお待ちしております。お便りが読まれた方の中から抽選で1名様に番組特製ヘルメット12個をプレゼント。チャンネル登録後、コメント欄まで番組の感想を添えてコメントください。さて、ここで1曲をお届けしたいと思います。江戸川区のみりんさん、四日市市の味噌田楽さん、その他多数のリスナー様からリクエストが届いております。本日は発売してから1ヶ月ほど経ちますが、まだまだリクエストの多いこの楽曲をお届けいたします。先月発売したばかりのニューアルバム、レンジの取扱説明書より、レンジ対応ラップを使ってねです。どうぞ。我觉得应该会有人说，保鲜膜是不是加热不好？有毒？没有啊，一定有嘞。这个保鲜膜，保鲜膜可以微波的，台湾没有这么变的嘞。真的吗？好。レンジ対応ラップを使ってねでした。さて、ここで皆様に一つ大切なお知らせがございます。レンジで作る卵焼きよりも普通に焼いた卵焼きの方が美味しいです。美味しくないわけではないですが、二度目はないなと確信する程度の美味しさです。興味がある方はぜひお試しください。おっと、今日も早いものでお時間が来てしまったようです。ではまたいつか会いましょう。バイバイ。